私の住む町は長崎県西部にある五島列島の小さな小さな島にある。15年後の私は覚えているだろうか。ある先生との小さな出会いが私たちの人生の物語は大きく変えたことを。覚えておこう、この物語を。いつまでも忘れんように手紙に綴って。背景、15年後の私へ。おはようございます。おはよう。
ナツプラスの嬉しかなあ、よかったのご飯もケースが新しくなって喜べ、嬉しくなかったか、嬉しかよ、嬉しかよ、喜べよお前もやかましか、おら続きませんか。続きまして、音楽の松山先生代わりに臨時でいらっしゃった先生ば紹介します。先生、どうぞ。はじめまして、柏木です。これは切れかねえ。懐かしかやろ。聞いてないんだけど。先に言うたらやらんち言うでしょ。当たり前じゃない。松山先生、元気元気大きくなった。いつ生まれるとそろそろね。座ってもよかですか。よかよ大きくなった。大変かとよ。改めてみんなに紹介すっけん。私の代理で合唱部の指導ばする柏木由里先生。みーじょうかー、きれたね。ほーら、柏木です。適当によろしく。もう、あれ本当ですか。オーナーでのピアニスト。ああ、何ね、もう知っちゃったと。すごかった。まあ柏木先生もここの生徒やったけん、みんなの先輩。わからんことあったら何でも聞けばよかよ。松山先生と柏木先生って同級生やったとよ。先輩だよね。同級生だよね。同級生だよね。そうやった。中村さん、新入生はどが集まったと。ああ、一応声かけばしちょっとですけど、なかなか。そっか、それやったら例のやつするしかなかね。堀くん、はよ。なんで柏木先生おっぞ。お、あれ、合唱部。うん、笑って。唇に歌を持て、朗らかな調子で。みんなで歌おう。みんなで歌おう。
クール楽しみにしちょけんね。先生、絶対見に来てくれると？行けるかどうかは今後次第かな。じゃあゆり、あとは適当によろしくね。わかった。気張って。はい。元気そうやったね。よかった。夏菜、行こう。行こう。なあ、あ、車すごかね。ほんとね。まか待って、ほとんど手つくずやん。あんな誰が乗るかよ。乗れるんかな。悪かったわね。三号こっちに中に出るって？あげよう。向かいたぞ。兄ちゃん、待っちゃった。サトルが来ました。サトルのお迎えです。お疲れさ。帰る時間。帰る時間。よし、頑張るか。帰る。サトルが来たら一緒に帰る。おお、サトル、サトル。強くん。おば持ってけ。ありがとうございます。父ちゃんお土産たい。はい。またね。はい。秋尾くん、お疲れ様でした。秋尾くん、お疲れ様でした。はい、秋尾くん、じゃねお疲れ様でした。ねえ、兄ちゃん、今日さ、学校に新しい先生が来たさ、背が高くてさあ、あんまり綺麗な人で合唱部の顧問になったと、うん、合唱ってわかる？みんなで歌うとぞ。みんなで歌う、みんなで歌う、うん、教会の聖歌隊みたいになったとよ。教会の聖歌隊みたいやったとよ、みたいやったとよ。大丈夫、兄ちゃん。ガーン。柏木言うたら漁協で働いちょった柏木さんの娘さんやろ。なんねえ、ばあちゃんしちょった？なんかのピアノコンクールで優勝したとかで有名らしいばい。本当やったよね。女で一つでな、まあ随分前にのなったとけど自慢の娘さんやったとよ。たまに新聞に載っちゃったけど。そういえば最近話は聞かんね。でもやっぱりうちは松山先生がよかよ、優しかけん。ほら食べんね。お前らナンバしちょっとか。知れ知れ知れ。もう慣れたですか。先生がおった頃とはいろいろ変わっちゃったでしょうし、わからんことあったらいつでも僕に。ちょっと、なんすな。先生、何ですかこれ。
入部届書いてあるでしょ。なんで男子の名前が入っちゃったですか。男子が入部届を出したからでしょ。え、質問の意味がわからないんだけど。あの、うちの合唱部女子しかおらんとですよ。あ、そう。でもやりたいって言ってんだからいいんじゃない。いや、よくなかです。男子はうるさかし、汚かし、臭かし。じゃなくて、コンクールの県大会がすぐ来とです。そうっち。男子なんか入ったら全国行けんことなる。勘違いしてんじゃないの。男子がいようがいまいが、あなたたち全国に行けるようなレベルじゃないわよ。いい？あなたは声の大きさに頼りすぎてて音が取れてない。あなたは口角下がっててピッチが不安定。あなたの指揮は曲のイメージが全然伝わってこない。でもそれは先生が何とかしてくれるとじゃないんですか。そうって、放課後も土日も今まで以上に練習するけん、そしたら何とかなるかもしれんや。そこまで頼まれてません。休みの日は休みます。そんなに言うならあとは勝手にやって。これ追加の入部届け。あいつ、ちょ、夏菜。ここにあったケースケ、どういうつもりね。ほんね、あれ、どがしたちか。四季が気に入らんかったらピアノば弾かんピアニストもおるらしかよ。うわー、かっこよか。その頑固さん俺垂直剣ね。あんたやっぱケイスケ、今すぐ入部撤回せ。ちょっと待って、今すぐ今すぐ。こら、桑村、いっぺん呼んだら返事ませんか。あの、僕、桑原です。塚本先生。はい、あれ、桑村、おっぱ、音楽室の柏木先生のところに持ってってくれんか。松山先生に頼まれたやつやけ。あの、僕、もう帰らんと。塚本先生、はよ。今行きます。くれぐれも柏木先生には塚本先生に頼まれたっち言うちょってくれれよ。頼むぞ、頼んけんな。合唱部に入ると。あ、いや、僕はあの…でも、桑原くん声綺麗やもんね。あの、
活来てください。やっぱりうちらだけじゃ予選突破は無理かとです。お願いします。まずなお願いします。松山先生と合唱部は見るって約束してたじゃなかですか。大人なんやから約束ば守ってください。条件がある。何ですか。私の言うことに従うこと。わかりました。それといちいち質問しないこと。口答えも禁止。はい、いやでもやっぱり男子たちは。何。はい。よかった。よかった。これで柏木先生のピアノがあれば百人力やね。そうだね。よかった。よかったね。よかった。あと言い忘れてたけど、私ピアノは弾かないから。え？そういう条件でここに来たの。当たり前でしょ。こんなところで弾くなんて、私の腕がもったいない。文句ある？増えとる。練習どうしたらよかですか。見るだけって言ったでしょ。いつも通りやって。ストじゃなかと。いいからやらん。本当に見とるだけなもさ。嫌われて仕事なくなったら決まっちょ。まずな。ただいま一件の電話をお預かりしています。もしもし、ゆり、昨日連絡できなくて本当にごめん。仕事終わんなくてさ、結局貫徹だったの。はい、分かってます。それは言い訳です。あ、でもあの、母ちゃん。うん。明日から兄ちゃんの迎え、一日おきで休みたかったけどダメ。ああ、どがんしたと。いや、毎日じゃなくていいとさ。
なんでね。理由は何ね。部活に入ったさ。部活？でもあんたも3年やろ。そうやけど他にも何人か入ったさ。何の部活に入ったと？合唱部なんやけど。何が合唱か。やめれやめれ。大体お前が歌うとこ見たことなかぞ。父ちゃん、大体なんで合唱部選んだとか。いや、それはお前が迎えに来んやったら秋はどうすとか。パニックは起こすかもしれんぞ。お風呂の時間ぞ。8時になったらお風呂入るんよ。お風呂入るんよ。秋よ、新しかタオルは使わんばよ。新しかタオルは使わんばよ。ごめんね、急に。ユリ、木寿司好きだったやろ。ありがとう。はあ、全然片付いてなかね。どうせまたすぐ戻るし。懐かしかね。あ、そっち行かない方がいいよ。掃除してないから。ねえ、春子、出歩いて大丈夫なの？やっぱり引き受けなきゃよかった。ユリが帰ってきてくれてよかった。私はこのまましばらくこっちにおればいいのにって思っとるんよ。そうだ、合唱部男子ば入れたってね。部長の中村なずなからクレーム電話のあったとよ。あいつスパイか。東京帰りの美人先生ば目当てなんて動機が不純すぎるって。別に入部の理由なんて何でもいいよ。何がきっかけでも音楽と出会えたんだったらそれでいいんじゃない。やっぱりもう弾かんと。やめるのもったいなかよ。なんて書いたか覚えとる？3年2組柏木由里、私の将来の夢は。いいよ、読まなくて。素敵なこと書いとるよ。今の私たちに向けたメッセージ。はいはい、食べよっか。体育館ば意識しろ。体育館一射決まらんか。ほら決まれ。よし。なんで塚もっちが俺と副顧問ち言おったよ。塚時こそ笑顔ぞ。なんでよ。決まれ。陸上部の顧問やろ。やけ掛け持ちやって。はい。さあ、滋賀柏木先生ファンクラブ会長やね。ほら、オーバーゲンか。ほら、合唱っていうのは体ばか気にして肝に音ば出す、体力作りばおろそかにしちょっちことは
学金手入れはしてないことと同じってことですよね先生。暑い。よう言われます。ざんまめよ。ありがとうございます。俺らが行った和菓子屋と違うとか。うっさい。楽しかねえ。何ですかこれ。15年後の自分に手紙を書くの。未来の自分にってことですか。そうよ、そういう歌詞でしょ。歌の練習はせんとですか。急がんと大会に間に合わんです。曲の理解を深めるためにやるの。歌詞の意味を理解せずに歌おうなんて10年早い。言っとくけど私じゃないわよ。春子からの宿題だから。柏木先生、本気で合唱指導する気あっとですかね。桑原、あれ、お前桑原じゃろ。あ、うん、はい。お前昨日も部活来んかったやろ。柏木先生からの宿題ぞ。未来の自分に向けて書く手紙をこれに書けって。提出はしてもせんでもよかって。わざわざ僕のために。何倍言った。同じ部活の仲間やろ。あの、ありがとう。よかよか。リク、急げ。今日はいい風吹いちゃったぞ。ああ、急げ。お前も来んね。え？よかけ、来んね。あ、ここは奇跡の場所って呼ばれちょる。そういえば、今から教えてやっけん。あ、来た。僕たちだけの秘密ぞ。分かっちゃんね。僕たちだけの秘密。そう、俺たちだけぞ。僕たちだけ。今日は部活どこにする。柏木先生のためとはいえめんどくさかね。サボったらまた中村に文句ば言われるぞ。あいつは昔から男に厳しかけんね。昔からね。なんか別に男が少ないと太刀打ちできんけんね。今日は甘いも食ってやろ。うん、よし。やっぱり桑原君の歌声やね。おい、おい、おい、こっち来い。
かんねえもん。じゃあ次。おお、サトル、どうしたとこ。遅くなってごめんなさい。あれ、兄ちゃんは。え？一緒に帰ったんやなとか。アキオもうおらんぞ。おお、サトル、大丈夫か？おい。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん。はい、もしもし、中村です。もしもーし。なずなか。間違いやって。うん、そうか。ばあちゃん、私ちょっと気を変えてくっけん。はあ、気をつけるよ。したと、この辺に誰か隠れちょかんやと。誰か。あ、かくれんぼで。あ、いや、青い帽子かぶっちゃって。かくれんぼ。いや、誰もおらんち思うけど。あ、ごめんね、ありがとう。何、どうしたの？ねえ、ちょっと。大丈夫？肘。血出てるよ。兄ちゃん。お、先生。サトルが来ました。サトルのお迎えです。兄ちゃん、探しとったよ。待っちょった。サトルは待っちょった。そうよ、待っちょったよ。待っちょった。あんたも待っちょった。お兄さん、怪我大丈夫？
はい、大したことないみたいです。そう、よかった。よかった、あんたもおってよかった。機嫌もよかみたいですし。え？あ、機嫌がよく時に出るんですこれ。そうなんだ。はい、これでよか。これでよか。アキオ、またんね。アキオ、帽子は取りなさい。先生、本当にありがとうございました。あの、よかったら上がっていかんですか。夕飯どがんです。いえ、私はこれで。サトル、サトル、ちょっとここは。気がつけて帰ってくださいね。本当にありがとうございました。秋葉橋取りにして何場所だったか。本当にそれでいいの？君が決めたの？はい。分かった。じゃあ何も言わない。母ちゃん、うん、やっぱり僕部活、明日の秋夫の迎えは私が行くけん。え、やりたいとやろう部活。いいと迎えに行くのは母ちゃん行くけん。朝お願いね。父ちゃんにも行っちゃっけん。ごめんね。なあ、サトル、そういう時はありがとうって言うとよ。サトルが何か頼むなんて初めてやけんね。ありがとう。うん。
兄ちゃん、ごめん。ごめんね。うん、悟、そういう時はありがとうって言うとよ。言うとよ。うん、兄ちゃんありがとう。ありがとね。うん、今日から課題曲パート別にやるから。やっと歌える。もっと声ば出して。ここで何をして。ちゃんと歌わんね。しっかり立てんと。ちょっとけど全然いいこと聞いてくれんとっち。やっぱり柏木先生おらんとつまらんね。圭介先輩にそかね。よし、がどけなげちょっとが。お前が変でしょ。お前が変でけんやろ。お前ありがとう。なんか柏木先生ね。おう遅なった、すまん。圭介、あんたどういうつもりね。どういうつもりって。真面目にやるっち言うけん入りたとに、男子は練習もせんで遊んでばっかや。こんまんまず大会で始まったらだけや。ちつけち。やけん男はしょうもなか。くそったれが。おい、自分の父親と一緒にすんなってね。そうって、しょうもなかとは中村先輩んとこの親父さんや。一番しょうもない。ちょっとあんた、おい、ちょっと気付け。先輩やめんね。で、理由は何か。もう二度とすんな。中村なずなの父親が理由らしいですよ。え、何がですか。今日の喧嘩。ああ、そがんことか。え、中村の家、親おらんとですよ。母ちゃんは病気で死んで、父親は女と逃げたです。先生もご存知の通り、島は噂が広まっとの早がけ、みんなちょっとですよ。
それうちの自転車。じゃあな。どこで遊ぶ？どこで遊ぶ？大変大変大変！夏菜！圭介たちがニヌの男子ば呼び出したっさ！もおるよ。え？やばかけ。先生が呼んでくる。待って。ナズナ。あともうちょっと顎が引いた方がよかかな。ちょ、俺も頼む。うん。まで行くよ、ま。あ。せーの。まお腹に力入れて、うん、顎もうちょっと引いてみなれひとくてなわれひこくてはじゃあパート別に分かれて練習。はいはい、はい、よし、じゃあ手ドールは止まります、買うぞ。はい、はい。やっぱり先生だ。初めて会った時もここやったですね。そうだっけ？そうですよ。ねえ、なんでそんなに合唱頑張るの？なんでってからかっちゃったですか？本気で聞いてるんだけど。
ただ好きってだけじゃダメとですか？ねえ先生、課題曲の手紙って15歳の自分と30歳の自分が語り合うようなしやん。それば男の声と女の声で分けちょっけん、歌が生きるとですよね。そうかもね。先生が来てくれんかったら男子は入らんかったけん、先生のおかげやっち思ってます。からかうつもり？うち手紙好きやけん、ずっと歌っときたいんです。せめて全国行けたらもうちょっと歌えるとに。考えが甘い。まだまだ県大会すら突破できるレベルじゃないから。松山先生やったら大丈夫っち励ましてくれるとに。でも嘘はつかん。柏木先生もいい先生かもしれんね。どうしたと？照れちゃったですか？照れてない。絶対照れちゃう。本調子やったら全国大会も夢じゃなかかもね。考えが甘か。まだまだ県大会も突破できるレベルじゃなかけん。さすが部長は厳しかね。あ、ごめんエリキャッチ、ちょっと待っちょって、もしもし中村ですが。もしもし中村です。ナズナ、ナズナだろ、父さんぞ、わかっか。最近授業の遅れてくる生徒や、ナズナ呼んでくれ、下校中スーパーに立ち寄るなど生活の乱れがあります。昨日どうしたと？明日からは重装隊に向けてしっかりと気持ちを引き締めて頑張りましょう。はい、はい、続きまして校歌斉唱を。どうした？今日は伴奏の岩田さんがお休みなんです。困ったな。また戻ってよかよ。柏木先生、伴奏の生徒が休まけんすまんけど代わりに弾いてくれんね。いえ、ですから私は。そうですか。臨時やからって甘やかしすぎやなかですか。こういう時ぐらい生徒に手本場見せたらどうです。
ナスナ、あれ。一度起立。校歌斉唱。すみませんでした。なんで先生ピアノ弾かんかったのかな。やっぱりまだこんなところで弾くのは自分の腕がもったいないって思っちゃったかな。なんそれ、うちらんことバカにしちょっと。いや、前にそんなこと言っちゃったけんね。練習はどうしたの？先生、なんでピアノ弾かんやったとですか？まだ一回も弾いてくれちょらんし、なんでですか？まだうちらのことバカにしちょっとですか？そんなこと、そんなこと中ですよね。先生、ピアノ弾いてください。弾かない約束でしょ。少しでよかです。そしたらみんな納得するけん、うちらのために弾いてください。お願いします。もうよかです。あとはうちらでやるけん。松山先生、早く戻ってきてくれんと。先生、なんで気づかんやったとやろう。もしかしたらユリ、ピアノ弾かんとじゃなくて弾けんとかもしれん。どういうことですか？一年前、ユリ、ピアノも何もかんもやめたとよ。
ゆりね、中学の時からずっと付き合っとって、結婚の約束をしてた人がおったと。もしもし。もしもし。私、東京消防庁の加藤と申します。去年その人は事故で亡くしたとよ。ただいま一件の電話をお預かりしています。あ、もしもし、ゆり、昨日連絡できなくて本当にごめん。仕事終わんなくてさ、結局貫徹だったの。はい、分かってます。それは言い訳です。あ、でも今日は絶対間に合うように行くから。必ず行くから待ってて。その事故、自分のせいやっち思っちょるんよ。桑原くん。あ、先生。これ君だけだよ、あの宿題ちゃんとやってんの。お兄さんとこ迎えに行くの？はい、送ってく。みんなのとこ行かんとですか？もう私がいなくても大丈夫でしょ。手紙ば読んだとですよね。うん、先生は生きてる意味って考えたことありますか？先生、
僕ですね。もういいよ。わかった。ありがとうございました。家まで送るよ。兄と一緒に歩くとが好きなんです。そっか。じゃあ。おお、サトル、おかえり。ただいま。あきお、向かいどうぞ。兄ちゃん帰ろ。帰る時間、帰る時間、帰ろ。背景、15年後の自分へ。15年後の僕は兄のそばにいますか。いや、絶対いるでしょうね。僕は兄に人一倍感謝しています。だって兄が自閉症じゃなかったら僕は生まれてこなかったのですから。僕は分かっています。将来兄だけが取り残された時、一人では生きていけないから両親は決意したんだと思います。自分たちが死んだ後に兄を世話してくれる弟か妹を作ろうと。そして僕がこの世に生まれたんです。もし兄が普通の子だったら僕はこの世にいなかったでしょう。僕は将来に対する不安がありません。自分の存在している理由がはっきりしているから。だけどたまに、ほんのたまに、兄がいなければそう思うことがあります。兄を疎ましく思うことがあります。でもきっと僕はこれからもずっと兄のそばに寄り添うでしょう。それが僕の生まれてきた意味なんですから。あんたもおってよかった。みんな大げさなんやけん、ざまに元気、もりもり元気よ。そんなわけないでしょ。本当にこいつは言う言葉聞かんけん。よかと、もう決めたことやろ。今さら諦めが悪かよ。ゆりとちょっと話があっけ。ごめん、出ちゃって。ピアノ弾けんって本当？何の話？なんで言ってくれんやったと？春子に話したって仕方ないでしょ。やっぱり弾けんとね。弾きたくないだけだよ。だったら弾かんと。
待ってる人たくさんおるよ。いないよそんなの。おるよ。いないよ。おるよ。もういないの。私のピアノは誰も幸せにしない。じゃあなんで私の代理引き受けてくれたと。それは春子が。違うとよ、ゆりがまだ諦めてないからやろ。ゆりのピアノを一番待ってるのはゆり自身じゃなかと。分かったようなこと言わないでよ。15歳のゆりは待ってると思うよ。いや遅かったとね。ねえばあちゃん、うん、本当にじゃん。なんかねえじいちゃんほれなずなも座れ。ねえじいちゃん、ほーれ。合唱部に入っちゃったか。うん、部長。もうナズナは昔から歌ばすいちょったもんな。よう教会でも歌っちょった。一番大きか声で。そんなん覚えちゃったと。当たんまいたい。そや明日一緒に教会に行っかな。そこにしよう。どがした？ばあちゃん？あ、やられたばい。あいつはいつまでで。
なあ、ナズナ、なんか当たったか？漫画？いや、まあ、なんでもないか。先生のピアノば聴かせてくれん？私のピアノなんか聴いても不幸になるだけよ。先生、知ってますか？船の汽笛の音はどの音って、昔お母さんが教えてくれたと。船の汽笛で長い音2回は出発の合図。ナズナ、泣かんとよ。全身、全身。全身、全身。たまに神様なんかおらんとじゃないかって思うんです。うちんこと妊娠せんかったら、お母さんはあんなお父さんと結婚せんで済んだとに。やけんうちが生まれてこん方がお母さんは幸せやったんじゃなかかって思うんです。そんなこと？そんなことあっとです。お母さんだってそう思ってるに違いなか。ねえ先生、うちお父さんに2回捨てられたと。捨てられたとです。みんな遅かですね。ちょっと迎えに行ってきます。
あなたのピアノで誰を幸せにしていますか？将来の夢はピアノで世界中の人を幸せにすることです。音楽は誰かを救ってあげられると思うからです。将来の私は誰のためにピアノを弾いていますか？あなたのピアノで誰を幸せにしていますか？林んち行くんけど、お前もこん？ダメダメ、部活あっけん。なんねん、まだ合唱なんてやっちゃったと？おう。お前がね。未来の自分に紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。力強く。今負けそうで、泣きそうで、消えてしまいそうな僕は。言葉の頭が全然揃ってない。お互いの声ももっとちゃんと聞いて。はい、はい、テノールのここの入りちょっと遅れちゃったかな。ブレッスンをもっと早くした方が良かったじゃない？分かった、行ってみて。じゃあもう一回サビからやるよ。はい、はい、はい。泣きそう。
ケイスケ。あ？それなんねん。おう、喉冷やすい関係。それ意味あるぞ。え？意味ないよね。一番うるさか。あいつも歌ったらよかったに。本当に大丈夫なの？よかった。ハルコ。もしもし。明日応援に行くけん。みんなの歌楽しみにしとるよ。ねえみんな、明日松山先生来れるって。恥ずかしいとこ見せないでよ。はい。よかったね。よし、じゃあ各自部屋に入って荷物場置いたら食堂に集合ぞ。解散。川原くん、明日頑張ろうね。あ、うん。よかったね、松山先生。うん、楽しい。ああ、心配して損した。何が？松山先生、心臓弱かけん出産は危ないっちゅううちのお母さんが言っとったからうちらの成長した姿を見たら松山先生きっと驚くよ。もうすぐリハーサル始まっけん、トイレ行っちょけよ。はい。もう行こう。兄ちゃん。はい。来てくれてありがとう。来てくれてありがとう。ありがとう。なんか、一日見る間に大きなったね。え、俺と明夫はそこで待っちょっけ。中に入らんと。ここでも十分聞こえて。はい、OK、そっち行こうか。はい、うん、松山先生遅かね。中心中学校合唱部の皆さんでした。明夫、あ、おら、待てっち。では続きまして、東長崎中学校合唱部の皆さんです。すいません、続けてて。どうしたとやろ。告白かな。アホか。
なんかあったとかな。なんやろね。先生、頭からでよかですか？うん、お願い。ごめん、もう一個お願い。先生、どがんしたとですか？なんでもない。続けましょう。はい。もしかして松山先生に何かあったとですか？先生、春子今日来れなくなったって。だからみんなに頑張るようにって。どうしてですか？何があったとですか？本当のこと教えてください。先生、松山先生は容体が急変して今日緊急出産することになりました。大丈夫か？陣痛の感覚が狭くなってしまったので要請がありました。病院陣だけ安心せ。バイタルとしまして悪血圧が158/80です。でも絶対無事に元気な赤ちゃんを産んでくれます。あなたたちにできることは本番に集中していい結果を報告できるよう精一杯歌うことだけです。じゃあ始めましょう。マスナ、大丈夫？本番前よ。集中して。そっち、ニハジカもう泣かぞ。それどころじゃなかやろ。じゃったらドガンストカッチ、このままやめるんか？お前らそれでよかとか？やめんね、リク。ケイスケまでなんか。今日のために練習してきたんじゃなかとか。それとこれとは違うやろ。何が違うねん。今起こったのしょうがなかよ。やめよ。怒っとる怒っとる。やめよ。先生もまりました。逃げるな。逃げとらん。逃げとる。あなたたちが今やらなきゃいけないことは歌うことでしょう。そうやけど春子も今戦ってんの。あなたはここで戦いなさい。逃げてたら誰も救えないし誰も救ってくれない。それを教えてくれたのはあなたでしょう。私はもう逃げない。私も戦う。一人じゃなか。みんながおる。だからあんたは何も心配せんで今は歌えばよか。
礼します。そろそろステージの方へ移動お願いします。先生、浮か考えがある。松山先生に電話しよう。どういうこと？あんたここに来て何倍言っちゃった？お静かにお願いします。すいません。こちらの歌、春子に届けるよ。あ、言おう。ここで座っちょけ。座っちょけ。続きまして、中五島中学校合唱部の皆さんです。このままでお願いします。笑って。唇に歌を持て、朗らかな調子で。手紙なら
と素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、僕は誰の言葉を誰の信じ歩けばいいの。いいの、一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて、割れて苦しい中で
3年間お疲れ様。エリこそお疲れ様。おう、どう今来た。なんであんたらが泣くと。ごめん。ごめんね、疲れんだね。もう座っちゃった。サトル。もう座った。先生。ありがとうございました。こちらこそ。およ、頑張ったね。お母さん感動した。涙んでたよ。どこ行った？人がいっぱいおって緊張した。緊張した。ナズナ。かんとよ。全身全身。船の汽笛で長い音2回は出発の合図。なずな、なかんとよ。全身全身。ナズナ、あんたがおってくれてよかった。ありがとう。あんたもおってよかった。ありがとう。
兄ちゃん、兄ちゃん、歌聞こえたと。お兄さん、小原くんの。うん、そっか、そうやったとか。歌、これから歌。お兄ちゃん、やっぱり聞こえんやった。まあ、よかよかよか。まあ、開けよう。ああ、もう帰るぞ。開けよう、行こっか。中で危険やったんですか。もったいなか。だからもうよかけん、帰るぞ。おい、開けよう。ここにソプラノがいるね。あるともいて、例のやつするしかないね。何ですか。気にせんでよかったな。みんなで歌おう。よかよか、よかとよ。心を一つにして、悲しい時も辛い時もみんなで歌おう。大きな声を出して恥ずかしがらず歌おう。私のことが嫌いでした。子供のくせに口ばかり達者で、生意気でうるさくて、そのくせ何にでも一生懸命で、まっすぐで、きっとこれからも私もあなたたちもたくさん苦しいことがあるでしょう。だけれどその時は唇に歌を持って歩き続けよう。私たちは一人じゃない、あなたたちは一人じゃない。これは大嫌いなあなたたちに教わった、とても簡単でとても大切なことです。敬具。
しべと夢の船を進め、今負けないで泣かないで、消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいい。背景